朝日成柔道部が16日、公式 X、旧ツイッター、を更新。トレーニング、未ブレン、トレーニング後の長瀬選手です。と記し、パリ五輪柔道男子81キロ級で東京五輪に続く2大会連続の金メダルを獲得した所属する長瀬隆則の練習後の写真を投稿した。写真、赤いウェアで滴る汗五輪栄冠。 すぐさまトレーニングのストイック赤いウェアを着て汗びっしょりながら、どこか爽やかな表情の長瀬が映っただけの写真だが、フォロワーからは汗が素敵すぎる。トレーニング中と後の長瀬選手が大好きです。まだバキバキになるつもりですか少し休まれてゆっくりしてください。練習再開が早い彼が一番報われてほしいの声が。五輪の激闘から間もないタイミングだけに、早速にブレン。れや 長瀬すぎる、のコメントもあった。長瀬は日本代表メンバーも一目を置く努力家で、時間があれば練習をしていると同じ2大会連続金メダルの安倍一二が証言するほど、圧倒的な強さで五輪を連覇し、リポーターとして現地入りしていた高藤直久が、長瀬すぎると絶賛した。